さあこんにちは。さあ豊さん、はい、開幕してから、まあ、約1ヶ月も経ちました。経ったな、はい、始まってみれば早いもんだな。早いです ね、はい。まあその中で、はい、各チームで、まあ、活躍してる選手もそうだけど、はい、気になる選手をちょっとピックアップしたいなという。あ、じゃあ今日はその活躍とかではなくて、ああそうしてちょっと気になる選手を、うん、気になる選手をピックアップしてね、はい、ちょっとお伝えしたいと、はい、いうことで、まずはセ・リーグから。セ・リーグから、はい、はい、まず巨人、うん、ウィーラー。あ、楽天から来た。ああ、もう気になった。いや、あのね、気になったというか、はい、この前広島戦でこういうシーンがあったの、うん、バントのシーンがあってさ、はい、ウィーラーなんてバントなんてあんまりやってないじゃない、はい、でも相手のピッチャーがジョンソンだったんだよね。それでちょっと高めに抜いた球って、はい、目の近くに来るから、はい、やりがちなんだよ、ボール球を。で、出しがちなんです。出しがちなの、うん、でもそれをきっちりこう見極めて、はい、フォアボール取ったんだよ、はい。それに代表されるように、うん、巨人が広島で5回バントやったんだよね。それもやったのが坂本だとか、うん、丸2回とかウィーラーにやらせてみたりだとか、はい、5回やったんだけど、それが全部得点になってるんだよ。すごいですね。だからその中で俺印象的だったのが、やっぱウィーラーのバントのバントをやりに行ってのフォアボールだったんだよ。あれは外国人ってバントの練習は一応してる。まあ一応はするけど、はい、まあもうチームだからさ、はい、やっぱやれって言ったらやらなくて仕方ないし、はい、だからそれをきっちり見極めてやったっていうのがものすごく印象に残った。だからいい外国人取ったなと思ってさ。そうですよ。で、うん、次の打席にホームラン打ってるんだよ、はい。でもそういうこう丁寧さがああいうホームランを呼んでるというね。いい選手取りましたね。いや、いい選手取った。だからまあ巨人全体的に、はい、みんなでやろうとする野球を今やってる、はい、で送りバントだとかもしっかりやらしてる、まあ、その中でウィーラーというのが印象に残ったということだよね、はい。うん、だからいい外国人を取ったなと。これからの活躍が期待される選手だよ、ウィーラーは。はい、うん、やっぱあのキャラがいいだろ。愛嬌がありますよね。愛嬌あるよな。だからすごく愛されキャラでいいかなと思って、ね、うんうんうん、で、まあ、ピックアップして、はい、で続いて DeNA、はい、柴田選手、はい、うん、まあ、例えばさ、外がホームラン打つとかさ、はい、まあ、佐野もよくやってるよ、はい、でも柴田の守備はうまいわ。うん、まあ、最近スタメンでこう使われることが多くなってきて、はい、柴田をこうちょっと注目して見てるんだけど、うん、やっぱうまい。で、条件が悪い中、はい、まあ、例えば雨が降って人工芝が濡れてるとかさ、うん、土のグラウンドだったらぐちゃぐちゃになってるとかさ、うん、まあ、そういう中でもやっぱあいつの守備があるからこうチームも支えられてるなっていう、うん、まあ、確かにヤマトもうまいよ、はい、だからそのセンターラインが柴田が入ることによって締まるということだよ。まあ、豊さん DeNA のセンターラインって言ってましたもんね。そうそう、で、まあ、センターには梶谷が落ち着いたから、はい、だからあとはセカンド外がやったりとかやってたけど、やっぱ柴田が入ると縛るなと思って、はい、だから柴田のあの守備っていうのは打つ以上に貢献度が高いというふうに俺は見てる。あとはピッチャーでは平だから名前っていうのがこう、まあ、例えばさ菅野、巨人菅野って言ったら大エースっていう感じがするけども、はい、平は丁寧だな、ピッチングが、うん、うん、決してゲームを壊さない、はい、だから今年はすごい戦力になるなっていうふうに思ってる。じゃあ DeNA はすごい明るい材料の選手がいますね。まあそうだね、うん、ただまあオースティンが怪我したから、はい、だからまあそこら辺ではその打線という厚みという意味ではちょっと薄くはなったけど、はい、だけど、まあ、この2人っていうのは、うん、頑張ってくれると思う。まあ注目だよ。注目ですよね、はい、はい、でヤクルト、はい、まあ、村上とか、うん、よく頑張ってるよ、はい、頑張ってるけど俺はその中にあって青木だな。ね、言ってましたもんね。青木がやっぱ引っ張ってるわ。チームをね。ああ、やっぱキャプテンやってるじゃない。はい。彼の打席を見てるとやっぱ粘っこい。うん、うん。だからそれがヤクルト打線に浸透してる。各選手にっていうことですか。うん。だからよく打線がつながるもん。はい。あとはピッチャーが頑張らなきゃいけないけど、この前でも。高橋っていうピッチャーが左ピッチャーが投げたんだけどね、はい、ものすごいいいピッチングを阪神戦でしてたのよ、うん、で変わった途端逆転されて
勝ち星つかなかったんだけど、ヤクルトが上位に行くにはやっぱああいう若手のピッチャーに勝ち星をプレゼントして勢いを持たせてあげる、はい、まあ、そういう形を取らないと今は好調だけどちょっと下がってくるかなっていう心配があるよね。後ろってことですよ ね、 そうだね。だからでも青木が打線を引っ張ってるうちは、はい、あヤクルト打線っていうのは嫌だなと思うよ ね、 ね、相手ピッチャーの脅威です ね、 そうだね、はい、はい、で広島、はい、これはね、堂林もう猛吹なしでしょうね。いや、覚醒したなすごいですね。ただ、彼のいいところってじゃあ何かっていうとさ、はい、それまでってなんかこう引っ張り専門だったんだよね、はい、でもポイントがセンター中心に広角に打てるようになってきて、うん、率も覚醒もしたわけ、はい、だからやっぱこう考え方としたらさ、うん、やっぱホームランに憧れる時期とかさ、はい、いろいろあるんだけど、やっぱりこう率を残しながらある程度成績を残していくっていう風に彼の中でも切り替わったんだと思うのね、はい、だからセンター中心で打ち分けてるっていうことがすごく大きいし、はい、それに伴って結果が出てるから、うん、あの自信にもつながってると思う。じゃあフォーム云々よりもその考え方が変わったんじゃないかって、考え方が変わったね。だからインサイドのその甘めも自分が狙ってるんだったら右の方向にも打てるようになったもんね。あれを昔だったら強引に引っ張り行ってたんだけど、最近こう変わってきた。まあよく言うんだけどさ、麻雀って麻雀知らないだろ麻雀ってこう万眼とか、はい、ね、上がったら点数が高いやつとかあるんだけど、はい、でもちょっと落とせば上がりやすい手ってあるわけ、はいはいはい、だからそこに堂林は気がついたということだよね。おいつもいつもなんかもう満点狙って打つバッティングからちょっと考え方を変えて、はい、これでいいんだっていうふうにね、うん、いきなり3番に入って、うん、回打ってたのが3番に入って4安打打ったからな、すごいですよね。だからまあもうそういうことができるんだったらやっぱ打線の厚みも出てくるよね、広島に、うん、はい、はい、そして阪神、はい、阪神スアレス、あ、来たやっぱピッチャーがいいっていうふうに言われてて、はい、ちょっと崩壊気味なところがあってね。そうですね、うん、まあ後ろの方で失敗するケースっていうのが多々あったんだけど、はい、でも阪神も最近調子がいいし、でその中でやっぱり一番要は抑えのピッチャー だと思うんだよね。でそこにスアレスが入って抑え出したっていうのが明るい材料だよね。そうやって後ろがしっかりしたっていうことはやっぱそこまで頑張れるということだからさ、他の選手も、はい、だからいい方向だよね。よかったですよね、うん、スアレス投手。ただやっぱ近本が頑張らないからな、もっとちょっと。そうですね、うん、大山とか使われだしてすごく活躍してるし、はい、ただその近本がやっぱ一番でさ、やっぱ盗塁もできる選手だけに相手にもプレッシャーがかかってくるしね、うん、だからそういうとこから考えると、まあ、近本待ちかなっていうふうに思うね、はい、でもあそこは福留がしっかりしてるな。この前もね、うちもホームラン打って試合に出ましたし、同点と決勝ホームラン打って、はい、やっぱすごいね彼は。だ各チームベテラン頑張ってますね。いや頑張ってる頑張ってる、うん、やっぱね技術は失わないんだよ。すごいな、ね、体力は失っていくけど技術は失わない、はい、ですね、うん、だからやっぱ福留っていうのは、はい、なんかすごく有形無形の影響力があるんだなっていうふうに改めて感じた。はい、ね、で最後は中日のキャッチャーのマルティネス、アリエル・マルティネス、おやっぱり、いややっぱりっていうかさあのキャッチャーは使えるよ。いや190で打ってすごいです。いやあのねバッティングは絶対いいですか。やっぱり俺はね3割打つと思う。あ俺が見る限りでは、うん、ほとんど芯で打ってる。そうなんですね、うん、だからあのキャッチャーを俺は中日が育てた方が、うん、いいと思うんだけどね。あただやっぱコミュニケーションの部分でちょっとこまねいてるのかわからないけど、はい、俺はあのキャッチャーは評価するね。だからやっぱまずその、まあ、キャッチャーとしての成熟度っていうのはさやっぱ経験がいるじゃない、はい、やっぱ打てるキャッチャーっていうのは貴重だからさ、うんうん、だからそういう意味ではマルティネスを育てた方が俺はいい日頃な気がするね。あ
そうなんですね。じゃあここからまた出番って、うん、今ね途中で出てきたりとか終わりでっていうのはありますけど、まあ、先発で使っといて、はい、やっぱり最後の大事な部分っていうのはまだ任しきれないんだったら他のキャッチャーだっていいじゃないですか、はい、まあ、例えば大野とかもいるでしょ、ベテランの、はい、だからそういうのでこう変えるとかさ、うんうんうん、だからマルティネスは俺は魅力のある選手だなと思う。あとやっぱ外国人ピッチャーの時っていいんですかね、コミュニケーションをピッチャーと取りやすいとか、なんか分かるとか、外国人外国人だと、まあ、どうだろうね、うん、まあ、まあまあでも信頼関係は喋れるだけでまた違ってくるしね、うんうん、でやっぱこう止めること、ワンバウンドを止めるとか、うん、ああいうのもうまいんだよね。ですね、あと肩とか肩とかもね、取ってから早いしね、はい、だから意外と器用だし、はい、ただやっぱあの選手のバッティングが魅力。わあ、じゃあ楽しみですね、中日のキャッチャー。そうだ、うん、森藤は誰なの？中日は一緒なんです、まさにアリエル・マルティネスなんですよ。一緒です。あと巨人、巨人は私は重信選手、吉川選手なんですよ。やっぱりあのホームランがあの2人の、まあそうだね、はい、はい、で阪神は一緒です、スアレス投手。私もちろん外国人好きだもんスアレス投手はひげがかっこよいのと、ソックス、知らねえよそんな、ソックス履いてるんですよ。やっぱそこまでやっぱ女性って見るんだ。女性はそこですよ。あ、なるほど、背も高いし、あのソックスとあの風貌です。で、まあ、ヤクルトは私はエスコバ選手と、守備でね、ショートで外国人ってなかなかいない、まあ、いないよね。はい、あとは石川投手です。あ、ベテランの黙々と頑張ってるっていう、そうだね、はい、まあ、で広島は堂林選手なので、まさにまあ一緒です。ほぼそうだね、はい、まあまあそういう結果になりました。はい、ね、じゃあ今度は、はい、パリーグ編もやりましょう。やりましょう。はい、はい。